2015年6月25日、日本の大学のある講義の内容が、中国版ツイッター、ウェイボーで話題になっている。投稿によると、その講義は、放射線は、過度に心配する必要がないという内容で、その他の様々な生活習慣とともに、放射線を浴びると、どれくらい寿命が短くなるかを示している。それによると、独身3500日、タバコの吸いすぎ、2250日、太りすぎ900日、飲酒130日、レントゲン検査11日、自然放射線8日、コーヒー6日、などとなっている。これについて、中国のネットユーザーからは、多数のコメントが寄せられている。最初の項目を見て、心が痛んだ。誤解を与えるんじゃない？独身の生活パターンが問題なだけで、独身自体が悪いわけじゃないでしょ。肥満でヘビースモーカーの独身はどうやって生きてきゃいいんだよ。私は酒もタバコもやらないし、肥満でもない。独身だけどコーヒーはたったの6日か。安心して飲めるな。よかった、妻に一生添い遂げるよ。独身には残酷すぎるだろう。俺は違うけど。私の命を救ってくれるイケメンはいないかしら。俺、あと数日で行くわ。先生、僕は独身なんです。それは重症だ。おい、集中治療室の準備を。